ナコオンサワン県はタイ、北部の県の一つ。県名の意味は、天国の都市、古来の名前はパークナムポーである。カムペインペット県、ピチット県、ペッチャブーン県、ロップリー県、チャイナート県、ウタイターニー県、ターク県と接する。ピン川とナーン川が、ナコオンサワン県内で合流し、ここでチャオプラヤー川を形成する。ボーラペット湖は百十二平方キロメートルの面積を、 持つ大災大の沼地である。水鳥が多く住み、一部は、金緑区となっている。ナコオンサワンは、ドバーラバティ王国時代からの歴史を有する町である。スコータイ王朝時代は、スコータイの南の前衛都市として機能し、ムアンプラバーンと呼ばれた。アユタヤ王朝時代も、ピン川とナーン川が合流する地点にあることから、物流の中心地として栄えた。また、 ビルマ軍のアユタや攻撃ルートの中にある軍事的要所であった。タークン王はプラバーンを基地として用いた。ラーマ4世がボーリング条約にサインすると米やチーク材の取引の中心として機能しなコーンサワンの繁栄が始まった。しかし、1922年の大国鉄の開通、1932年の立憲革命の前の世界恐慌、1950年の パホン用ン通りの開通に伴い、ナコオンサワンの重要性は低下した。1895年、ラウマ5世は、モントンナコオンサワンを設置し、ナコオンサワンをその中心に置いた。県庁、ナコオンサワン県は15の郡に分けられ、その階に130のタムボンと1328の村がある。ありがとうございます。